さあ、ちなみにあの体力だったらもう投げた後適当にハスターで締めて発動して C 高サバとあとは空中に行って爆炎2回のルートで余裕で死んでたんで、そっちの方が簡単ですね。サバと選んでるならぜひ、まあ、このルート知らなかったかもしれません。ああ、なるほど。最近イタカスに降りてそうですね、イタカス伸ばしすぎて普通のエピソードを伸ばしてないっていうのは割とよくある。さあ試合に目を戻すと、はい、同キャラ。さあ明けましておめでとうございます。煮干し会このねステップ会がねめんどくさいんですよ。さあギリギリピヨッピヨッ1ヒットでピヨってしまったのでダブルトマホークからの補正切り、無駄無駄。あとは適当に拾って一歩補正者煮干し会さあ当然ウィリッパで避ける連携なんですが、ダブルトマホークだってああもう無理かなって思ってしまうとはなりますね。さあヘルズで拾い直して NC が間に合わず引き戻して出ない、そりゃ。さあ NC 対空からクルエルしっかり人確認当たるか。 2D メイクリジャンディ通ってくたばれ、ここはゲージオンゾーン。最後は羊色おろしからのジャンシーレッドリー。さあピチカート回が取り返して最終ラウンド、しかし煮干し回3ゲージ怖い。3ゲージ回ちゃんが後部ですを回に決めると回死にます。まあさすがに1ゲームですけどね。画面端か中央付近。さあタッカルガード取ってデッドリジメ、あははあははさあご覧ください、あんだけあったゲージが本当だ、もういつの間にか1ゲージで。もうさあ今コアプレスを入力してたっぽいけど出なくて逆に助かった。ジグトマホーク、ジャンエータイプしっかり取ってデドリー。今のは距離が遠いと見てちゃんと弱デッドリーで出してるあたりがうまいですね。さあシフトからムダムダ傘当たり、ムダ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 。さあいつの間にかお互いにゲージがなくなって体力状況はピチカート界が大幅リード。ドリルダブルトマホークガードしてジャンエータイプしっかり取った EX デドリー。ニーリー、さああとわずかの体力バリア、ここはビヨンで中央に戻って安全に逃げていく。どりゃジャンエー体育取って勝ったのはピチカート界。さあ続いての試合があやめの町とお姫様ヒカルとジムメカケット。さあヒカルは確か画面端のケットのハメから逃げる方法ってないかな、わからないあの EX ナックルが妹ごと潰せるんだったらワンちゃんある。多分昇竜も あれだよね、わかった、レッパ、レッパがレッパがシーちゃんを投げれば助かる。ねえなレッパだ、レッパだ、レッパの時間だ、ないか。さあ引かれたいゲット。投球派オーバーヘッド引っかかって、さあ嫌な位置のしーちゃんが投げて、でもあの勝利はもうやりたくなる、わかる。空投げで締めてケット C を座らせて、かかとはジャンビで止めたが DX タックル画面端継続して引きずり下ろして空投げ締め、浮かせてオーバーヘッド拾って空投げガードさせて、これはガードした時点で確定してしまっていた。レバーを離していたがと最後壊し暴れに対してローリングアタック、コンビネーションアタックか。一本選手は地面かケット。
さあ光がゲージがほとんどできなくて大空トリックする。どんだけ読んでるんだ。めちゃくちゃ早くから出てたぞ今。さあバルーンコンボに入って、おっとジャンディのディレイが大きすぎた。 DX 妹投げは爆ジャンプで回避したが、シーちゃんが滑ってきてバルーン、これはもう終わってしまうでしょ。おおおお残ったけどエクシーダーと間に合って投げて、さあまだワンチャンス中段だったがトリックスルー、これが皆さん正しいトリックスルーの使い方です。絶対に真似すんな、無理だから。勝ったな自分かきっと。続いての試合ウズさん対ピチカツさん。これはさすがにキャラ変えてすぐだと無理ですね。ケットベインだったら支援がなんか妹消した後にまだ判定残ってるらしいんで、ヒゲさん曰く実は支援がケット対策に、いやなんか消えないって言ってましたよヒゲさん。消えない、うん、妹に当たって本体に当たったことを使えないんで。あマジでヒゲさん嘘ついた。消えるからなんかベイン終わってるわみたいなことを、そうそう最初言ってたんだけど実は当たるわみたいなこと言ってたような気がするんですけどね。見た目が消えて判定だけ残ってるかもしれない。それ強すぎない。さあ試合を2名を戻しましょう。クティーラ大会これほれティンダロスよく外押すパパロイ引っかかってパパロイ、さあこの位置のティンダロス危ない。デッドリーが出てしまっていたがなんとかガードが間に合った。逆に画面端を追い込んでドリルヘルズ無駄無駄ゲージがないので、ゲージがないのを確認できなかったが結果オーライ。ダブルトマホークドリルあーあは無駄無駄、ここはループで殺しに行く。さあ死に切るか、ギリギリ死なない。どりゃしかしこの体力差クティーラ側はどうしよう。ビジョンでパパロイを抜けてクティーラ3ゲージ、3ゲージあれば地上で刺さると、いやでもクティーラのエクシードだとギリギリ死なないですね。ビッグトマホークしゃがんでジャンシー取って来るがよい。さあさすがにまだ死なないと判断してのエクシードを使わず一歩選手はピチカト回、ちなみに中央からだとクティーラのエクシードおそらく2500くらいが最大ですね。あじゃあ25000、ただヒカルに25000なんで根性値の入りが多少速くなる回だともうちょっと下がりますね。つまり今の状況では死ななかった。タクティカルガード、しかし使って着地したところ隙はつけず、ジャンシー先置き、先置きジャンシーは本当に強い。飛んだところをコパンでしっかり落として爆炎パパロイできなかった。しかしんデッドリーが出なかったか。タクティカルガードを狙っていったが投げからなぜかエヘルズで EX デッドリーで中央に逃げてメガビーム漏れてしまったか。あバックステに反応してしまった。しかし暗証がハシハシだったので届かず、ドリル DX デッドリー勝ったな。ピチカート回三欠でやるんですかね。エジさん三欠やっていいっす。はいじゃあ三欠やります。はい、あやめの町とお姫様光る対ウズクティーラ、あおしゃれバスターが、さあついに巡り合ったおしゃれ部部長対おしゃれバスター。皆さんはやる前に倒す。さあ参加賞のゆかりまだまだあるんでね、皆さんぜひ食べてください。ヒカル対クティーラ、しかしおしゃれ部のツートップがついにヒカルと MG になりましたね。あいつら表裏一体だったか。結局ヒカルの方にしたのあいつどうなんだろう。まあ、カイトヒカルって言ってたけど、カイトヒカルか。
まあ、これはヒットの前だから。さあ、パパのいいガードして、確かに光るか回かって言って、今のところ光るっぽいですが、次の大会回だったりして、するがよい。前転で戻ってきて、ピンだろせ。2。さあ、どうなるのこれ。パパロイ、よく外押す。送球波、送球波。光の送球波も、ティーラの飛び道具全部くぐってくるんで、結構めんどくさいですね。唯一消えるのが先ほどの D ティンダロス、あー、 C ティンダロスか、違う、 A ティンダロスだ。ジャンシー引っ掛けたが地上の A が繋がらず、さあキャンセルが遅れしまった。 EX パパロイが繋がらなくて、ここから光のターンに入っていく。ナックルからの手出し D、 バスターナックルで運んで 6B からジャンプ 3B ループしっかり、ここは引きずり下ろし、手からの急降下突撃脚寄って、歩き 5A2B ルートしっかり、ちゃんと4ループ、確か5ループか何ループかできたけど、フレーム調整のコパンからの 6B ここは最大しっかり取っていった。傘当てもできて 2B カウンター、ここで残り時間を見て使っていった。中段入って送球波、いやいや、ハスター上に行ってしまって、ゲージを使えば死ぬけど、ゲージを使う理由は特になくて使った。いや、そもそも何も使わなくていいよね今。フルコン決めてあとボッタチしてればよかったよね。ジャンシーカウンターから殺さなくてよかったよ、残り時間見ろよ。EX ナックルから 6B 拾いしっかり、 WL しっかりしている。 6B 拾いから J3B ループピヨるぞ、ピヨって少しだけゲージ回収して、いや、ピヨリギリギリまでやってからうまくいけば補正が切れたらラッキーぐらいのあれは結構やるべきですね。サーバーとカウンター、安く済んで、まあ相手もシフトしてないんでね。さあ、ベネ君が画面端でカク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 してジャンシーでぶっ込んで J3B ルート、ダブルエラル失敗。いやいや、ハスター、急降下突撃役ガードしてティンダロス、カウンターで引っかかって暗証に漏れてしまった。お、漏れてない、ひょっとして狙ってやった、死んだ。さあ、1本取り返して最終ラウンド、マスターナックル、ハスターで戻ったところジャンディ当たったが高すぎた。 2D でダウンを取ってからのバックジャンプで回避して、じゃあ画面端でバックステッシュしまった。まだ死なないよ、まだ死なないよ。急降下突撃脚、フレーム調整からの J3B ループピヨルかな、ピョって、まだ死なないけど、どうせだったらもうちょっとだけ待って本当に補正切り狙えばいいのに。しっかり刻んでいく、飛ぶぞよ、これはさすがに使わず、しかし光も即死圏内入ったぞ。この体力だと画面位置どっからでも死にます。ただしそれはサバトンエクシードを捨ていれば、爆炎エクシードで死ぬか、爆炎エクシードで死ぬか、これ、あー、顔蹴りにならなかった。さあ、ざまざまと煽っているが、あー、うちー、上りハスターが当たらず。さあ、このエクシードは画面位置によって変わるんですが、関係なかった。勝ったのはあやめの町とお姫様光る。決勝戦、ジムメカケット対ピチカート会。あの位置だったらハスター発動から
画面端と全く同じイタカサバと爆炎爆炎で、ちゃんと意味あるあの難易度は低くて爆炎3回より減るっていう。あの幕のって気絶値のたまり、いやクティラのエクシード基本的に気絶値関係ないんで、あビネさんがやったやつ、これあの気絶な僕たちは僕たちすればするほど気絶値の回復たまり始めのやつと、あと相手がレバー型ギリギリ速くて間に合っちゃって補正が切れるからみたいな、そういう狙いもある。本当は回をこうするブラックさんに教えてもらったんだけど、あ回もう死ぬんだ、へえ。さあ決勝戦見ていきましょう。ジムメカケット対ピチカート界、新年の決勝にふさわしい組み合わせですね。ドリル 2D と 3B な 3C か相打ちして、妹が裏で回ってる隙に NC カウンターからコアブです。これはピヨルか、ピヨルぞ、しかし 2B 拾い見せてしまってトリックツルー、様子見していた。ピヨってヒット数がそこでほど重んでいないので普通に死んだ一本選手はピチカート界。まず開幕ジャンエンぶっこんで画面端刻みが始まって、ジャンディが出なかった、シースラはガードしてもう一度 DX コンビネーションからのワンコンボ完走すればひよってシーちゃんを置いてオーバーヘッド補正切り、これはハメですわ、ミスったが関係なし、人面かけとか取り返して最終ラウンド、最終ラウンド、しかし海側ゲージ3本 EX 妹コパンで潰した、バルーンは打たずオーバーヘッド、シーちゃんが座ってるので迂闊な動きはできない、ここはバルーンを使って表に戻して画面端に運んでダブルエアルしっかり空投げで締めて、まだ妹がここで帰ってきて 2D をバックステで回避してデトリー引っかかった、ジャイアンタイクタックルを潰しただとおかしいよな、 B ならいけたのか、さあめくりジャンビー取ってムダムダカウンターバウンド前に拾ってデトリー妹がワープしてバルーンタックルからのルートだったのでこのコンボだけでは死なないと思ったがトリックスルービームが出なくてメガビーム、ここは削り目的だったが妹を置こうとしたところに当たる、さあコアオブデスが入れば死ぬかもしれないが安易なコアオブデスは当然厳禁です。チクチクとダメージを積み重ねていきたいが引きずり下ろしにならず、しかし着地を投げてシーちゃんの位置が嫌すぎるビジョンでしっかり逃げた、ジャンシーカウンターで通ってEXL のゲージも溜まっている、勝ったのはピチカート界、優勝おめでとうございます。じゃあ新年の優勝コメントお願いします。あけましておめでとうございます。なんかね全国各地で開発会に転校する人が増えてるらしくてねまあしばらくはまだ手本になるように動けたらいいかなと思ってます。はい、とりあえず今年も頑張っていきます。はい、ありがとうございました。はい、優勝おめでとうございます。で、渦さんからの優勝商品が開封されて何が入って、何の着物かな、これは、あ、正月なんでね、招き猫、幸せやってこいやってこいと腹に書かれている招き猫、そうですね、後ろしなんでね、後ろしなんで招き猫ね、いいですね牛がなかった、牛が馬でしょ、
あ、馬年だ。あ、どっかのテレビ局と同じ間違いしちゃったデヘペロあれ新聞社だっけ、テレビ局だっけ、どこでしたっけ、牛と馬間違えた。はい、ということでね、参加賞のゆかりまだたくさんあるんで、じゃあ2枚目3枚目ぜひぜひ食べちゃってください。24枚入りなんで多分余るんで、食べたい人全然食べちゃってもらって構わないんで。ということで本日の大会のおさらいをしましょう。1月4日カオスコード無差別大会、18名参加、3位がエロゲーの名前のあやめの町とお姫様光る、エロゲーじゃない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 よと必死にアピール。エロゲーだよ、エロゲーなの、エロゲーなの、エロゲーなのかよ見た瞬間、うん、あ、これあいつやみたいな感じたですよね。はい、3位がベネヒカル、2位がジムカゲット、1位が優勝が、新年最初の優勝が市川と海となりました。はい、本日はね、カオスコード無差別大会ニコニコ動画でご視聴していただきまして誠にありがとうございます。はい、毎週第1、第3、第5土曜日は17時半からカオスコード無差別シングル大会、第2、第4土曜日がカオスコードの団塊戦となっておりますので、はい、今年もね、ぜひご視聴よろしくお願いします。はい、明日も初級者大会、カオスコード、カオスコード、本当に本当本当、あれ、それ変わんなかったっけ。俺、明日サムスピかと思って見てたんだけど、あれ、いつかんだった気がするんだけど確認だ、確認だ、スパーチームも早すぎない、もちろん早そう、日曜日曜。さあ、明日はカオスコード第1代戦、カオスコードだー、はい、明日はね、初級者大会ございますんでね、近隣の方はもちろん遠征の方もぜひぜひね、遠征に初級者大会初中級ですね、はい、ありますんでね、ぜひぜひ参加ご視聴のほどよろしくお願いいたします。なお、この後は19時より北斗の拳土曜拳ございますので、そちらの方もぜひぜひ合わせてご視聴ください。カオスコードも北斗もよろしくお願いします。まあ僕北斗、あ、メルブラ動いてるんでね、ぜひぜひやってください。あとサムライスピリッツゼロスペシャル絶賛稼働中なんでね、別に今日じゃなくてもいいだろ、明日、あれ明日が何だっけ、ゼロスピゼロスピの初級者がね、カオスコードと被ってるんですよ。ああ、じゃあ、それカオスコードと裏表なんで、はい、サムライスピリッツゼロスペシャルね、本当にいいゲームなんで、ぜひ皆さん、まだ、続けたい機会があるよ。あと火曜日に確か、ランク別があったかな。さあ、そんな感じで大会の告知とかいろいろ終了して、あ、大会の告知ついでにこれも告知しますか。来週だから、再来週か、再来週の1月13日月曜日16時30分からエクサムカップ2014アクアバッタありますんでね、ぜひぜひ皆さん参加してください。確かこれ 2on2 だったと思うんで、パッターは確か 2on2 だと思うんで、まあ、お誘い合わせの上っていう形になってしまうかもしれませんが、まあ、参加されない方もぜひぜひね、ニコニコ動画などでのご視聴。はい、台車が通ります、台車通ります、開けてください。皮破れてんじゃないか、あー、このね、みんなが加えてすぎてマイクの皮が破けちゃう。俺、おやきなしてねえじゃん、皮。